こんにちは、即果塾の久保です。あの、週刊中年ジャンプのストーンさんがね、まだあの、今のロシア・ウクライナ情勢について、まあ、情報の扱い方、そして相場の考え方について話しくださってますんで、動画概要欄からご覧いただきたいと思います。私はね、今ね、この文明社会と言われる21世紀に経って、うん、やっぱり単純にいかないのは、その、経済によって国力がこう変わってくるところもあると思いますし、 同じように経済的に発展してる国ばかりじゃなくてね、やっぱり経済的に出遅れてる国もあると思うんですよ。で、そういう国では、まあ相変わらず暴力とかがね、まだ幅を利かしてる、そんなところもあるのかなと思いますし、せっかく先進国と言われる国でも、うん、やっぱり貧富の差がね、ものすごく激しくなっちゃうと、結局は抜け出すために、その貧しさを抜け出すためにね、あの、暴力とか略奪とかをやんないともう合わないっていうことにもなるんですよ。 つまり自分の生存のためには他者から奪ってきても仕方がないっていうのはねまあ本当に今日を生きていけるかどうか分からないわけですからそれから今情報化社会になっていろんな情報によって自分の安全が脅かされるっていうふうに先走ることもあるんですよねまあその一つがまあロシアウクライナ情勢にちょっと出てるのかなとこれはねあのー、もともとヨーロッパって国っていうのは一つ一つがすごく小さい国でまあ例えばフランスとか すごく大きなイメージがありますけどもフランスとかパリとかイタリアってものすごく小さい国なんですよそれこそね日本の関東にすっぽり入っちゃうぐらいの大きさなんですよね、まあ、逆に言うと日本って小さく見えるけども国土的には割と大きかったりするわけなんですよまあ、そういったところもあって、えー、限られた面積に何人ぐらい人が住んでるのかなとかでそこではどのくらいの経済発展されてるのかなとかで思想はどうかなとかね歴史はどうかなとか 隣国との関係はどうかなっていうのがあってとてとも一国だけじゃちょっとやってらんないから隣の国とね仲良しになってお互い危ない時は助け合おうよみたいなそんな同盟があ NATO の始まりだと思うんですよでそもそもワルシャワ条約機構っていうのが昔あって同じようにソビエトの限られた地区があの同盟を組んでね、うん、やっぱりこう集団的自衛権みたいなもんなんですけども、うん、なんかお互いに助け合いましょうみたいな。 ことをやってたんですよ、ね、まあそれがあワルシャワ条約機構と北大西洋条約機構 NATO で張り合ってたんですけどもワルシャワ条約機構っていうのはね、まあ、あのソ連ソビエト崩壊とともになくなっていって NATO だけが残ったんですよねで NATO っていうのはあの別に他の国にね戦いに行こうとしてるわけじゃないんですよただやられたらみんなで助け合おうねっていう形でなかなか手が出せないようにさせるためのまあ牽制の意味でのね共同体だった。 そういう形で理解してもらってもいいんじゃないかなと思うんですよ。そうなると、うん、社会主義でもないし、資本主義でもない、いわゆる独立してる小さな国っていうのは、自分たちだけだったらちょっと怖いからさ、誰に攻められるかわかんないから、なんか NATO みたいなところがあるから、あそこに入れてもらおうよみたいな感じで、まあ、いわゆるね、仲良しグループに入ろうとしてるわけなんですよ。これ暴走族の関係でもよく言えるんですけども、暴走族って、やっぱり、ね、メンバーが多いところの方が基本的には有利なんですよ。 ですんで、すん小さいグループと大きいグループが戦った時って大体大きなグループが勝って小さい負けたグループは傘下に入るみたいな感じで勢力を伸ばしていくんですよねそうなると、うん、3人とか5人でやってる小さなグループっていうのはでかいグループがあるといつそこに飲み込まれるか分かんないからちょっと手土産持ってってうちも入れてくださいよみたいになるんですよねそうしたら基本的には3人とか5人の小さな暴走族グループなんだけどもそこに誰かね変なやつが手を出したら大きなグループの一族だからってことで。 助けを求めるることができるんでき、まあまあ、ううんですよ、ねうん、まあそこに今度ウクライナみたいなところもなんかロシアみたいな国がいつ仕掛けてくるかわかんないからさちょっと怖いよねって感じで NATO に入ろうとしたところが今度はね、えー、ロシアはロシアで NATO がでっかくなってきてさいつか俺たちの国を襲うんじゃないかなっていうふうな 想像力を働かしてそれが恐怖心になりじゃ先にこっちからやっちゃおうよみたいなことになったっていうところもあるんじゃないかなと思うんですよまあですんでねあのー、抑止力っていうのも行き過ぎると周りを脅かして旧層猫かも作っちゃう場合もあるんですよね日本っていうのはある意味ねどこに対してもなよなよ外交してるでしょそれが結構良かったんじゃないかなと思うんですよ、うん、で一億人の内需もあるし でそこそこ経済的にも豊かで、どんな国とも仲良くしましょうみたいな、あのー、本当にね、あのー、八方美人なんですよね。まあ、ですんで、日本を我が国に引き込んだ方が得だよみたいなところが、もう行ったり来たりしてるんですけども、基本的には日米同盟みたいなことがあってね、アメリカの本当に属国になってるわけですよ。これはね、別に侮別した意味じゃなくって、いい立ち,位だと立ち位置だと思いますよ。結局日本っていうのは、島国で海に守られてるから、すごく攻めにくいんですけども、攻めにくいんだけども、 長距離艦弾道弾みたいなんでね、ボーンってやられたら人たまりもないんで、まあ、あの、結局は、あアメリカの傘下に入ってるのが安全で安心なんではなかろうかと思いますしね。それから、不思議なのはね、やっぱこう、7、80年前は、そのアメリカってのは世界最大の敵国だったわけですよ。鬼畜米みたいな感じでね。今、ご存命の方でもお年寄りの中には、 自分の家族をアメリカに殺されたみたいな方がいらっしゃると思いますしそれからね、まあ、原爆によってすごく悲惨な人生を歩まされたって方が今でも生きてらっしゃって恨んでも恨みきれないぐらいアメリカを思ってるのかもしれませんけどもで同時にアメリカの経済や医療技術とか社会保障制度が私たち日本人を生かしてくれてるという現実もありますしね、うん、まあ今本当に世界ナンバーワンの不動の国がアメリカですよ で、昔はいろいろあったけども暴力でのし上がってきた時代もあったけども結局は今ね暴力以外の方法も模索し始めて人類っていうのはどこの国がねパーフェクトってことはないんですどこもねやりすぎたりやらなすぎたりしてる中でやってはいけないことをやったりやるべきことをやらなかったりする中で暗中模索まだまだ発達うん途中なんでしょうね。まあ、けどね日本という国はその中でも一番と言っていいぐらい 恵まれたところじゃないかなと思います。あの、鍵をね、閉めなくても泥棒が入ることは珍しいし、で、そこそこお年寄りを大切にするしね、まだまだ、あの、捨てたもんじゃないかなと思うんですよ。平和ボケっていう言葉は、ある意味、幸せな俗称なのかもしれないですね。もう本当に、世界中が平和ボケして、お互いに戦うことを忘れてね、いいよいいよみたいな感じで、お互いがお互いの八方美人に世界中がなったら、 無用の争い起きないんじゃないかなと思うんですけどもね。どうなんでしょうね。はい。じゃあちょっとぼやきみたいになっちゃいましたけども、肝心なのはストーンさんの動画です。ご覧いただけるようによろしくお願いします。それでは。